あーゲームセンター久しぶりやな。いろんなゲームがあるな。わしらんやつばっかりやな。何し、あら、これ何や。フラッグフラッグレボリューションって書いてる。面白いかな。旗揚げか、やってみようかな。よし、お金入れてポチッと。フラッグフラッグレボリューション。何これ。このゲームは至って簡単、はい、僕の言葉に合わせて旗を上げてね。あ、わかりました。まずは初心者モードでチャレンジだ。はい、いくよ。お、赤上げて白上げて赤下げないで白下げる。簡単やなこれ。おもろいんかこれ、ほんまに。次は少し早くなるよ。あ、早いの来てください。ついてこれるかな。よし、頑張ろう。赤上げない白上げない、赤上げないで白上げない、赤上げない白上げない、白上げないで赤上げない、赤上げない白上げない、白上げないで赤上げない、赤上げない、赤上げない、白上げないで赤上げない、赤上げない、白上げない、白上げないで赤上げない、赤上げない、白上げない、赤上げないで白上げない。おもんないわ。上げさせ一回ぐらい。誰でもできるよこんなもん。もっと難しいの来て。今度はもっと早くなるよ。早いの来てくれ。ついてこれるかな。よし来い。赤上げて白上げて、白上げないで赤上げない、なんて、なんて、何言うとんねん。おい、はじめまして、また電話して。わかるか。最後はじめましてまた電話して言うとったやないかお前。どうしたらええねん。旗ちゃんとせえお前、ちゃんと喋れ。次はちょっと難しいよ。おい、難しいの来い。上げすぎて白ちょっと下げて、白下げすぎないように気をつけて、赤上げすぎたことに気がついて、白下げるつもりで上げすぎない。難しいわ。微妙や、やり方が微妙すぎて分からへん。もっとパンパンでやりたいの俺は。次からは上級者モードだよ。よし来い。クリアできるかな。頑張ろう。いくよ。はい。赤上げろ。減らせやな。白上げろ。上げすぎや。赤下げんの白下げんかい。いつまで上げとんの。何見とんの。パン買うてこい。なんやねんこれ。なんでパン買うてこなあかんねん。先輩かお前、ちゃんとせえや。腹立つ。どんどん行くよ。来い。赤上げて、お、赤下げて、うん、白上げないで赤上げて、車来た、うん、ちょっと止めて、うん、小学生を渡らせて。何さしとんねん。緑のおばちゃんや、こんなもん。旗揚げしたいね。緑のおばちゃんしたないねん、こっちは。その調子だよ。ああ、頼むよ。赤揚げて、白揚げて、白揚げないで、処女揚げない。誰や。いらん、いらん、そんな処女は。知らん人いらんわ、そんな。ちゃんとして。体臭いわ。僕、ここ 2,3 年、お風呂に入ってないんだ。言うとんねん。赤だらけ。汚いな。汚い若だらけやったら、ほら入れよお前。やめよこんなゲーム、おもんないわ。なんじゃこの旗揚げ。あ、これパワフル頭脳ゲーム。あ、こう面白そうやな。これやったろ。よし、こっちと。パワフル頭脳ゲーム。あ、おもんないわ。これ面白いかな。このゲームは頭と反射神経を使うゲームだよ。はい。君の頭脳指数はいくつかな。いくつやろ。まずは虫食いシャウトに挑戦だ。虫食いシャウト、どんなんやこれ。今から出す問題の答えが虫食いになってるよ。はい。四角を埋めて答えてね。なるほどね。第1問。よし、頑張ろう。よく聞いてください。はい。あなたの弟のお母さんのお父さんはあなたの何？え？おじいさん？ああ、これ難しいな。これ面白そうやな。よし、これやろう。第2問。はい。人や動物の血を吸って生きている虫はノミ。ノミ、はい。では、ノミには足があるかないか。ある。わかるわ。なんで二択を虫食いにすんねんお前。頭おかしいんか。第3問。ああ。二人組で、一人は岡山出身、もう一人は大阪出身のミュージシャンといえば。これ誰や。これ難しいな。ビーズや。チョンを、お前チョンを虫食いにすな。わかるわ、ビーズって出てるもんだって。第4問。ああ、同級生の
女性デュオといえば、いやこれはいっぱいおるせやけどな、難しいな。キロロに見えるこれもう四角がローに見えてキロロって出てるやんか。虫食の意味ないわこれやったら。第5問、はい、5文字のタレントといえば、これはいっぱいおる、5文字のタレントいっぱいおるよ。角田博や星を隠せ、どうせやったら星よ。お前は次はマジカルチェンジに挑戦だ。マジカルチェンジ、あ、これ知ってるわ。このゲームは、言葉の一文字を変えていくゲームだよ、はい、詰まったり言葉になってなかったらダメだよ、はい、まずはアリをチェンジしていくよ。アリね、わかりました。チェンジチェンジ、マジカルチェンジ、アリという字を一文字変えて、アーメ、アーメという字を一文字変えて、サーメ、サーメという字を一文字変えて、サール、サールと気やすく言うけれど人間もともと猿だった。何のことや何のことや、何で人間の進化、何で武田鉄矢おんねん何で人間の前金髪先生や、おかしいやろこの進化の仕方が。ちゃんとせよお前、おかしすぎるわ。薬をチェンジしていくよ。あ、薬分かった。チェンジチェンジ、マジカルチェンジ、はい、薬という字を一文字変えて、鎖、鎖という字を一文字変えて、曇り、曇りという字を一文字変えて、タモリ、タモリという字をちょこっと変えたら勇敢。いや似てるけど似てるけど、タモリと勇敢なんか似てるけど、何の話やこれ、やめようこれ、もうおもんないわ。うわっ、クレーンゲームがある。あ、これぬいぐるみもう一個取って帰ろう。これ楽しそうやな、これして帰ろう。よし、お金入れてポチッと。うるせえの、よし行け、よし、そこや、行け、頼む。一発目で取れたらこれ気持ちいいよ、ラッキーやで。一発目でグッと取ってや、よっしゃ、これラッキーやで。こんなんありえへんで、これちっちゃい出口、ちっちゃい、こんなんありかいな、これ無理やわ、これやめよう、違うやつしよう。あ、うさぎがこう人参抱えてるやつかわいいな、これ取ろう。よし、これ取って、よし、ポチッと、ウサギ取ったろ。よし、行け行け、ストップ、取ってこい、頼むで。ウサギ、かわいいウサギ取ってよ。よし、行け、人参長い出口もっと長い、無理や、絶対無理や、どう頑張ってもこれ出口長いから無理や。あ、これ犬、犬かな、3匹、あ、真ん中の犬取ったろ。よし、これポチッと、頼むで、取ってや、ちゃんと、行け、よし、真ん中や、ストップ、取れ、頼むよ、ちゃんと取ってよ。よし、出口ちゃんと普通のやつやで。よっしゃ、やった、犬取れた、ラッキーや、せこーいせこーい、今のはこんなんしたらあかんわ、これはせこいわ、せっこー、腹立つわー。あ、パンダ、パンダ一匹だけおる、これ取ったろ。よし、ポチッと、よし、いけ、大きいパンダ取ってあげよう。よし、いけ、取ってよ、グッと。よし、耳だけ取んな、お前耳だけ取って取れますね、出口ないやん、ほんで何のゲームやこれ、かんわ、もう無理や、お金ないな。あ、これいっぱいあるな、こんだけあったら何か取れそうやな。よし、これや、スタート、頼むで、いくで、こう真ん中のこの塊いったら、よし、いけ、何でもええよ、もうパンダでも犬でも何でも、よし、いけ、よし、気持ち悪い、何やこいつ、もうお前でええわ、出てこい、お前やっと取れたわ、ぶら下がるな、腹立つわ、なんでぶら下がんねや、これあかん、もう最悪や、お金ないわ。あれ、何これ、ボイス UFO キャッチャー、あなたの声に合わせてクレーンが動きます、これしたろ。よし、これや、スタート、言葉で言うて、左に行ってください、ストップ、開いて、よし、下がって、掴め、よし、持ち上げろ、いけ、よっしゃ、お前ようやったぞ、照れるな